帰ってきた。この転送ってのもなかなか慣れないわね。お主らの持つデバイスで召喚される幻獣なぞ毎回転送されておるがの。ただでさえお股がスースーするのに、幻獣さんって大変なんですね。スースーするのはあんたのスカートが短いからでしょ。別にスカートは関係ないですよ。それにしてもこのデバイスって不思議ですよね。古代科学技術の結晶じゃからの。まだまだ未知の機能が隠されておる。あなたたちがレベルアップした暁にはこの世界のことをお話ししましょう。この子も謎よね。デバイスの中から喋ってるし、どうやって入ったのかしら。とにかく神姫を集めるにはデバイスは必須アイテムといったところじゃの。そういえばマスターさんとアリサさんには神姫を集めるわけをまだ話していませんでしたね。てっきりテスタメントのやつらをぶちのめすためだと思ってたけど。それもあります。でも実は他の目的もあるんです。かつて世界を終わらせたラグナロク、その悲劇を再び繰り返さないためにどうしても神姫の力が必要なんです。かつてのラグナロクでは神姫の活躍によって世界はなんとか消滅せずに済んだからな。はい、記憶が曖昧なのですが、ラグナロクを起こし世界を終わらせた人物がいる。しかもその人物が最近長い眠りから覚めたと精霊が教えてくれました。ただラグナロクの時の記憶はあるのに、実際にどんな人だったのかどうしても思い出せないんです。わしら幻獣も神姫と同じじゃ。意図的にラグナロクの記憶を一部しようとされておるようじゃ。ですのでお二人には神姫を集めていただき、世界をラグナロクの脅威から救ってほしいんです。要するにその目覚めたやつをボコってラグナロクを阻止すればいいのね。やつ音の重大さが分かっとらんやろじゃな。そうと決まれば早速次の神姫を探しに行くわよ。その前に行く手を塞ぐ魔物を退治しないといけない。